あ、いい、この打球なかった。あー、はい、オーケー、来た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 。はい、皆さんこんにちは。引き続きケリダスのね、バットと、スイングスピードとか、ロングティーで計測してもらった後に、ちょっとみんなでトスバッティング、ちょっと毎回恒例みたいな感じになってるんですけども、やっぱりバッティング基礎できたら試合でもね打てる可能性が高くなるので、それをねちょっとゲーム形式で今日もみんなにやってもらいましたんで、映像をご覧ください。では行ってみましょう。おお、そうそう、軽く軽く、もっともっと一緒に一緒に、大きい、こうやって振ります。ここちゃんとヘッドがついてくるように、こうこうやって、こうやって、あかん、これこっち来てないんで、こう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 で、ずっと揺らしてくれる、こうやってずっと揺らして、そうそうそう。じゃあ今ヘッドとバット返ってくるとこ当てるから、はい、そうそうそう、これは高いの、それ、はい、これを、はい、大きくしよう、そう、はい、から一緒に見るって、そう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 、大当たり、おお、ええとこになってる音、そう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 、じゃここも飛んで、そう、ゆっくりゆっくりゆっくり、そう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 、今のに、おい、はい、今の感じで、はい、止めて、そうそう、今のこう、こう、こうなったから手で振ろうとしたらおかしくなるから、ここに持ってきても、うん、大きく監督がよく言ってくれる、そうそう、いや、それでいい、それでいい、あ、いいよ、タイミング合わせるだけ、それでちゃんとこのブーンってやった時にちゃんと当たるようにタイミング合わせたら飛ぶで、はい、下で振って、はい、そう、いい、この打球なかった、お、これもう、これもちゃんと下にバットできたからボール上に上がると、バットを長く使う、長く使うというか走らせるとかいいんだけど、加速させるっていうのを覚えとったり、ここにさ、ボールは、これボールやとしたらさ、こっからこう立てるのさ、ここからさ、こうやったらどっちが強いんだって言ってた、2つ目やんな、なんで勢いついてるよね、だから大きくスイングするってことは勢いついてる、なるべくバット遠くにしてぶつけたい、じゃあ加速する距離ができる、下がってくださいね、だからトップはなるべく遠くにするっていうのがあるんだけど、で今日はフィーバスにやったらさ、ピッチャーが投げてきたボールじゃないから、打たしてあげようって置いてくれたり、投げてくれたりするから、同じとこにあるけど、返してなかった。それをちょっと基礎練を最後やって終わりたいなと。一人ずつ僕にピッチャー返し、スレで取れる、トスパス。で、全員成功したら終わり。1周目いきまーす。チャレンジ1いきまーす。はい。成功成功成功。うまいうまいうまい。オッケーオッケー。しゃーない、しゃーなしだね。はい、2球目。オーケー、ナイス、はい、はい、3人目、膝使ってもいいんだよ、あー、もうちょいちょい、ゼロ、じゃあもうちょっと今もうこれ進まへんからもう一周だけしよう、一人ずつ成功して、うん、練習やからこれ、はい、ナンスタまで上がって、おー、キラキラ、うまい、やめろよ、はい、ナイキやめろよ、オーケー、強いけどな、はい、今日、はい、ケイタがちょっと怖い、ギリギリセーフ、ほんまに、はい、4人目、バット、俺は行ってない、オーケー、はい、次、さっき空振りしたから、みんな応援したらなあかんで、空振りしたらあかんでるから、おー、ノーマンで初めてきました、はい、オーケー、来た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 、このぐらいの距離でさ、今俺がさ、打ってくださいってピッチャーゴロくださいって投げてんのに、みんなあっち行ったりこっち行ったりしてるやん、ね、これを、ね、今はちょっと当てに行ったりしてるけど、自分の
こういう意識するっていう練習フォームでしっかりできるようになったらバッティングとか良くなる可能性が高くなるから、ね、でコツつかめたらずっと同じところに返せるから、ね、でプレッシャーかかってきたろ、前の方が成功してきてさ後ろになったらさ自分ちゃんとこんな簡単なことでも成功できるかなってこのプレッシャーも試合になったらかかってくるから、なんでかって言ったら失敗したらダメっていう責任感が出てきたら人ってプレッシャーかかってくるからね。遊びでこうやってプレッシャーも練習もできるからまたね試してみてみんなで、はい、うん、みんなどうでした？楽しかった。楽しかった。でバッティングなんだけどみんなね、まあ、ヒット打ちたいとかホームラン打ちたいってあると思うんだけど、トスバッティングね、ちょっとみんなで同じ友達でチーム作ってやってみて、プレッシャー感じでしょ。ちょっとプレッシャーをちゃんと感じながらね、あの簡単なことでも成功させるってなったら結構難しくなってきたりするんで、今日のやったトスね、今度見た時は何周もミスなくできるようにロングティーとかティーバッティングとかする時でもある程度方向を自分がねイメージしたところ、もう小学校4年生とかできるようになったらすごいね。頑張ってくださいね。はい、はい、今日楽しかったですか？はい、ありがとうございました。ということでこのチャンネルでは多くの野球選手のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、またねあの体験会の、募集通知を行ってますので概要欄よりお申し込みください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、優勝しますイエイ。綺麗だった。また来てね。